下村光太郎昭和12年10月21日は、日本の科学技術者、工学博士、同志社第6代社長。父、下村九十郎は、熊本藩士、石光文平の次男で、下村家を相続した。軍人、石光牧夫、佐根兄弟はいとこ、野田博道はおじ。妻徳は、京都府知事北垣国道の幼女。 ジャガイモ王の牛島金次の妻、浮田和民の戦災の末、五歳の五女、富山薬学専門学校校長、愛知薬学校校長の小野兵狼の妻は、光太郎の妹である、大阪精密工業熊本県出身。熊本洋学校と同志社英学校に学ぶ。妹のチキこと、ッシも同志社の女子部に通った。1879年父を失う。高太郎は、 下村家唯一人の男子であったから、父亡き後、母と6人の妹を扶養する立場となり、学業半ばで熊本に戻った。1885年渡米し、マサチューセッツ州ウルスター市のウルスター工科大学で科学を専攻した。さらに、ジョンズ・ホプキンズ大学の大学院で、アイラ・レムセンに指示して、 有機化学の研究を始めたが、新島城から新設の理学部設立を主催することを要請される。1890年創立の日本最初の私学の科学高等教育機関、同志社、ハリス理科学校の教頭に就任する。教頭時代にもレムセンとの研究に従事し、科学工業界での業績を残した。1896年35歳の時に、 科学工業会に進出した下村は、有機化学での事業を始めるため、副産物回収式コークスロの建造に着手する。大阪セアミ工業株式会社の技師長として、約半年の欧米視察の後、ベルギーの攻めソルベー社の方式を裁量と判断したが、当時の国内の技術力では、外国人技術者の手を借りる必要があった。しかし、下村は、 外国人を雇うなら自分は辞任する。あくまでも国産独自に建造し運転したいと社長に申し出た。それは運転開始時の不具合による爆発の恐れがあった。苦難の末に1898年に無事に大阪製未工業の16路が完成し、日本で初めて下村は副産物のアンモニアから肥料用の 硫酸アンモニウムの大規模な生産に成功する。1899年2月から1899年7月まで、同志社臨時名誉社長。1903年10月から1906年11月まで、同志社社長を務めた。1907年から1909年には、官営や渡製鉄所の依頼で150炉の同系の炉を建造した。 セメソルベーロは、従来の平炉とは違い原料に圧力がかかるので、この炉さえ作れば、良質のコークスが得られると、下村は思ったが、養分の少ない硬いコークスはできなかった。炉の構造よりも、原料の量費が肝心であることを悟り、石炭の管流による、反製コークスの製法と配合により、下村式石炭低温管流法を確立させる。 これにより、第二次世界大戦後の困難な原料事情での製鉄の操業を可能にし、また、液体燃料の検知から石炭低温管流の先駆者として、海外からも注目される。1914年、第一次世界大戦が起こると、ドイツから、占領輸入が途絶えることが予想されたため、国産のナフタレンを製造する方法を考え、実験を行っていた。 突然爆発が起こり、両目が、ほぼ失明状態となる。しかし、下村の科学の探求心は衰えず、三好久太郎と共に、染料合成方法を確立し、日本最初の有機合成染料のシミやブラックを製造した。1916年、国策の会社日本染料製造株式会社が、設立された時、下村は、 技師長として就任する。さらに1923年には、大阪精密工業の社長に就任した。京都大学を出て、科学技術者になった息子の民と高次に与えたい訓八条がある。下村光太、人事更新録、第4版、大正4年1月創設期の同志者女、学校同志社女子大学、上下の人186から187ページ。 ありがとうございます。